ゴンゾ株式会社ゴンゾは日本のアニメ制作会社 ADK ホールディングス ADK マーケティングソリューションズの子会社日本動画協会制会員会社組織としては1992年に設立された有限会社ゴンゾを組むものと2000年に設立された株式会社 GDH の流れを組むものがある前者は2009年4月に 親会社である、株式会社、GDH と合併し、組織上は解散したが、GDH がゴンゾを、吸収合併した後、GDH をゴンゾに、社名変更することで、ブランドとしてのゴンゾを維持している。1992年、ガイナックスを退社した村、浜正治と、前田正宏、山口博士、樋口真治によって、クリエイターの事務所として発足。 同年9月11日、村浜が有限会社ゴンゾを設立。法人としてのゴンゾは村浜個人の企業であり、前田、山口博士、樋口らは役員ではなく、フリーとしてゴンゾに出入りしていたという。社名は、樋口の発案でイタリア語で、馬鹿を意味するゴンゾから変に賢くなることがないようにと付けられたもの。村浜によると、樋口の発案なのは同様だが、 ハンター・エース・トンプソンの故障、ゴンゾ・ジャーナリストから取られたとしている。イタリア語で、バカを意味するのは、後で知ったことである。1994年末に発売された CD、CD-ROM ドライブを搭載するプレイステーション、セガサターンのいわゆる次世代ゲーム機の登場により、スタジオの方向性をデジタルアニメーションに見定める。百九十六年に発売されたセガサターンのゲームソフトウェア、 ルナザ・シルバースターのムービーパートを制作。それにより、ビデオゲームのイベントムービーの発注が舞い込むようになった。その上で、ゴンゾが物語性を持って一本の作品として完結する、作品を作れることを証明すべく、1998年に放った OVA 青の6号で、フルーデジタルアニメのスタジオとしてその名を一躍、知られるようになる。これにより、 デジタルアニメーションの先駆者的存在としてのゴンゾのブランドが定着した。1999年5月、株式会社に組織変更。2000年2月にボストンコンサルティンググループ出身で、株式会社ディジメーション代表取締役の石川、新一郎を迎えて、持ち株会社、株式会社、ゴンゾディジーションホールディングを設立。ゴンゾとディジメーションを 完全子会社とし、経営の基盤を整える。GDH グループを形成し、ゴンゾ、ゴンゾは単独の社名としてだけでなく、グループ全体のブランド名にもなった。2002年4月、ゴンゾとディジメーションを合併し、株式会社ゴンゾディジメーションに、称号変更。2004年7月に、株式会社ゴンゾに、再び称号変更。合わせて、株式会社、 ゴンゾディジメーションホールディングを株式会社 GDH へ称号変更した。同年11月 GDH は東京証券取引所マザーズ市場に上場を果たした。2000年からテレビアニメの制作にも乗り出し2005年に放送されたテレビアニメブラック CAT はマニア向けの作品の印象が強かったゴンゾにとって初の少年漫画史。 週刊少年ジャンプ連載漫画を原作とする作品であった。2006年には初の劇場作品、銀色の髪のアギトを公開した。ゴンゾは創立当初から世界進出を目標に掲げ、実写映画を手掛けることも視野に入れ活動を行っていた。またこの年は創立15周年にあたり、記念作品、マルドゥックスクランブルを制作していたが、 制作中止となった。同じ15周年記念作品であるアフロサムライは、米国で2010年4月時点で約4万枚のセールスを達成し、続編やゲームソフトウェアも制作された。2008年9月、岩風キャピタルが管理、運営する岩風一号投資事業有限責任組合、岩風ファンドを割り当て先として、第三者割り当て増資を行い、岩風ファンドが、 筆頭株主となる。2009年4月1日、GDH グループの経営不振による改善の一環として、ゴンゾは持ち株会社である GDH に吸収合併され、GDH は株式会社ゴンゾに称号変更した。これにより、1992年に設立された法人としてのゴンゾは消滅した。同年6月3日、会計監査人、 BA 東京監査法人が、債務返済資金の確保に混乱が生じる、可能性があるとともに再建計画の達成、不確実性があるとして、2009年3月期決算書類を、関西券不表明とした。6月29日に上場廃止が決定され、7月30日に上場廃止処分となった。前後して、グループの経営難により、デジタル制作部門、グループ企業の整理。 売却、制作スタジオの分社独立が行われた。2009年の、シャングリラ、アラド戦記スラップアップパーティー、さき、さきマイナス以降、主に、ビデオゲームの PV や他社作品のグロス受けなどを行い、2010年は、テレビアニメや OVA の元受け制作作品が、なかった。また、上記3作の放送終了後、元受け制作作品がないという意味では、 1> 約1年10ヶ月のブランクが生じたが、2011年には、久々の新作として、ニャンパイアザーアニメーション、ラストエグザイル銀翼のファムマイナス、コピハンの3作品が発表された。2016年7月14日、アサー d k ADK が、連結し外社化を目的として、コンの株式公開買い付けの実施を発表。その結果、197,347株。 所有割合84.01%を取得した。2016年12月27日、可年度において不適切な会計処理を行っていたことが ADK より公表され、2017年1月10日に調査報告書が公表された。これを受け2017年2月6日、第13期から17期までの訂正有価、証券報告書を関東財務局に提出した。 2019年6月28日、ゴンゾーは自社が保有している一部のアニメ制作事業や知的財産権とその管理、運用に関わる権利義務をスタジオ会へ譲渡することを発表した。GDH に吸収合併されるまで1992年から2009年2009年4月以降は持ち株会社である GDH からの吸収合併により 1992年に設立されたゴンゾは組織上解散した。同時に GDH がゴンゾに社名変更したため、組織上2000年に設立された新たなゴンゾが生まれた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。